こんにちは、粟田洋介です。今日はアクリル絵の具の耐久性についてお話しします。アクリル絵の具は顔料は色ですね、定着剤としてアクリル樹脂を混ぜて作った耐久性の良い絵の具と言われています。あの有名なポップアーティストロイ・リキテンスタインもアクリル絵の具を使っていたそうです。これらの作品私も大好きなんですが、60年代に描かれたアクリル画がこんなに美しく残っているんですから、アクリル絵の具が耐久性のあること間違いなしですね。何十年もこうして美しい色を保つアクリル絵の具なんですが、100年単位でどうなるかはまだ誰も知りません。なぜならアクリル絵の具の歴史はまだ70年ちょっとだからです。アクリル絵の具は1940年代後半にアメリカで開発されたものだそうです。私個人の意見なんですが、永遠に形が残るものなんてないと思っています。でも歴史的な美術品は修復されるので、私が心配することではありません。先日コメントでアクリル絵の具で絵を描く時の劣化対策、色の塗り方とかそういうことについてご質問いただいたんですが、私は何も特別なことはしていません。塗り方もそうなんですが、私は劣化対策のためにメディウム混ぜたりもしていません。なぜならアクリル絵の具自体が耐久性の良い絵の具だからなんですけど、なんか画材の説明でこれを使うと定着とか耐久性が良くなるってことが説明に書いてあったり、そういう説明聞いたりすると、これを入れないと定着しないのかなとか、耐久性がないのかなってよくわからないと心配になっちゃいますよね。でもそれはそのメディウムやなんかを混ぜた方がより良くなるということで、さっきお話ししたようにアクリル絵の具自体が耐久性のある絵の具なので、よっぽどなことがない限りメディウムとかいろいろ混ぜて特別強くする必要もないんじゃないかと思います。ジェスも含めアクリル絵の具用のメディウムとか下地剤っていうのは定着剤としてアクリル樹脂が使われているそうです。アクリル絵の具にも定着剤としてアクリル樹脂が混ぜてありますので、定着するものっていうのはアクリル絵の具そのものにすでに含まれているということになりますよね。それで下地剤なしで定着するっていうことなんですけど、例えばこの T シャツ何年も前に描いて何十回も洗ってるんですけど、これアクリル絵の具だけで直接布に描いてあるんですが、この通り色あせずに定着しています。ただジェッソとかの下地剤を塗る理由っていうのは、定着剤がすでに塗ってあるキャンバスじゃなくて布のキャンバスですね、まあ、T シャツもそうなんですけど、絵の具で直接布に描くと布が水分をすごい吸収するものですから、すごい描きづらいんです。でたくさんの絵の具をこうやって塗らなきゃならないことになるので、まあ描きづらいってことですね。でもまあ T シャツなんであんまり下地剤とかベトベト塗ると着づらくなるので、私はアクリル絵の具だけでなるべく薄くね描くようにしてるんですけど、まあ、普通に絵画のキャンバスでしたらもう厚塗りにしても平気なので、ジェスを塗るとそんな水分吸収しちゃったりすることもなくなりますので、その上からアクリル絵の具で絵を描くと描きやすいし、水分も吸収しないものですから発色も良くなります。アクリル絵の具だけでも布に描いているうちにちょっと発色いいですよね。色がガーって出るんですけど、結構厚塗りするか一回塗った後にもう一回塗ったりすると、一回塗ったアクリル絵の具自体が下地剤みたいになりますので、それで描きやすくなるということです。何が言いたいかっていうと、アクリル絵の具だけでもちゃんと定着するということです。でも下地剤を塗った方が描きやすくなるという話です。でこの作品なんですけど、2007年にアクリル絵の具で描いた作品です。これはこういう面のキャンバス何も塗ってないやつにジェッソを塗ってアクリル絵の具だけで描いて、なんかメディウムも混ぜてないし、なんかコーティングとかニスとかも何にも塗ってなくて、こんな感じでもうなんか日当たりがすごいいい部屋で14年間飾っていますけど、こんな感じで色鮮やかに残っています。人によって違うと思うんで、メディウム混ぜて劣化対策している方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私の場合はそんな感じで絵の具だけで絵描いてって感じですね。もしなんか劣化対策するとしたら、なんかニスとかでコーティングをするぐらいですかね。キャンバスに描いた絵にニスとか塗ることは私は滅多にしませんけど、すごい昔になんか作品をピカピカにしたくて、ピカピカに光沢を持たせたいからニスを 2,3 コート塗ってた時があったんですね。その頃路上のイベントでブースを出していて、
でその時に何かの拍子にキャンバスをバーンと落っことしちゃったことがあるんですね。もすごい勢いで何メートルもバーンと吹っ飛んで、で道路のコンクリートの上になんかガーンと落ちて、で絵が描いてある部分がもうコンクリートにバーンと当たってズルズルズルって感じで、もう誰が見てももう絵がすり減っちゃうなってぐらいの感じで落っこしたんですよ。でもね、絵にはね何にも傷ついてなかったんです。で私もびっくりしたし、で周りにいた人も傷一つついてないことにびっくりしてましたけど、その時グロスバーニッシュっていうメディウムを表面に光らせるために塗ってたんですけど、な思わぬ効果があったというわけですね。ちょうどその頃アメリカのニューメキシコ州ってところに住んでたんですけど、私のアーティストの友人がアクリル絵の具で描いた外看板が街にあったんですけど、その看板はもう屋外で直射日光が直接一日中当たってたんですけど、なんか色が全然褪せてなくて鮮やかだったんですね。念のため毎年 UV カットのコーティングをしているらしいんですけど、それにしてもニューメキシコ、日本の何倍も紫外線が強いところなのに、そんな直射日光ガンガン当たって色褪せないってことはアクリル絵の具すごいなって思います。そんなわけでアクリル絵の具の耐久性がすごいっていうお話でした。で私が使っているアクリル絵の具はレキテックスとかゴールデンとかっていうブランドのものなんですが、まあ、他のものも使う時があるんですけど、私は画材屋さんで売っている絵の具を使っています。で私は100均の絵の具とか使ったことがないんですけど、なんか紫外線に弱いっていう話を聞いたことがあります。なんか使ってる顔料が違うとか、まあ私使ったこともないんで100均の絵の具を批判するつもりもないし、まあアクリル絵の具なんてものがそんなお手軽に安くね買って絵が描けるってことは本当素晴らしいことだと思うんですが、私自身はちょっと使ってませんという話です。100均の絵の具がどうなるかわからないんですけど、まあその紫外線に弱いっていうことについては、昔野外のイベントでなんか絵とか販売してた時に筆ペンとかコピックで描いた絵も販売してたんですね。その時にすごい一日中日が当たるものですから、もうその日のうちに色が褪せてきちゃって、ピンク系の色なんかもう消えちゃってましたね。なんかでこれはまずいと思って次のイベントの時に UV カットのコーティングをしてたんですね。でそれでも全然効果なくて、同じように一日で色が褪せちゃったって感じだったので、 なので色褪せるっていうのはちょっと困るなっていう話ですね。なので私は普通に画材屋さんで売ってる絵の具を使って今、絵の具だけはちょっとね私お金かけてます。なんか絵の具もいっぱいあって、私もうちょっとどれがいいとか言えないんですけど、なんかずっと使ってる絵の具はこの辺で、これで描いたこの絵が15年ぐらい色褪せないで残ってるということなので、これらはまあいい絵の具なんじゃないかなと思います。のでアクリル画とか水彩画とか油彩画とか、あの重ためになった方はご安心して大丈夫だと思いますということで今日の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。